有原公平は、広島県広島市西区出身のプロ野球選手。宇藤右内。MLB のテキサスレンジャーズ所属。アヤが岡小学校2年生の時に、河内少年野球クラブに入団、当時から投手を務めた。三和中学校では、軟式野球部に所属した。広陵高校では2年生時の春に、ベンチ入りし、秋に AS になった。3年生の時、 選抜高校野球では4試合に先発登板、計33回に3を投げ飛安打26、脱三振37、失点18、防御率2.41の成績で、チームはベスト4入り。日大三考との準決勝は8回までリードしていたが、雨が降る中、バントの打球を一塁へ悪送球し、 その間に走者が生還して同点にされるとその後も6点を奪われ逆転された。右肘に違和感を覚えた影響で全国選手権広島大会では当番を回避。全国大会2回戦の昇降学院戦で先発当番、年内博明との投げ合いで8回を投げ自身の冒頭による1失点のみの高騰もチームは敗れた。 早稲田大学では1年生の時の春季リーグの開幕2戦目で初登板。2年生時、チームが優勝した全日本大学野球選手権では、抑え投手としてコールド勝ちした初戦を除く3試合の9回に登板し、無失点だった。3年生時の秋季リーグで8試合50.1回を投げ防御率0.72で、東京6大学野球リーグの最優秀防御率のタイトルを獲得し、 4年生児の春にはベストナインに選ばれた。6月に第27回ハーレムベースボールウィークの大学日本代表の候補に選ばれ先行合宿に参加したが最終メンバーには選ばれなかった。周期リーグでは開幕前に右肘に違和感を覚え開幕戦での先発を回避したがシーズン中に復帰当番を果たした。 大学通算成績は62試合271回を投げ19勝12敗210奪三振防御率2.722014年10月23日に行われたプロ野球ドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズ広島東洋カープ阪神タイガース北海道日本ハムファイターズから1位指名を受け抽選の結果日本ハムが 有原の交渉権を獲得した。契約金1億円、年俸1500万円プラスでき高払い5000万円で合意し、入団、背番号も16に決まった。早稲田大学の同級生である、中村進我も同じく1位指名され、千葉ロッテマリーンズに入団した。2015年2月1日からの春季キャンプは、右ひいち通の影響もあり、二軍スタートとなった。 キャンプ中ではトレーナーより調整は順調だとされ、3月22日に、イースタンリーグの埼玉西武ライオンズ戦で、プロ初の実戦登板し、2番手で1回を投げ無安打、無失点だった。5月15日に出場選手登録され、同日のオリックスバファローズ戦で、初登板初先発し、6回を投げ非安打4、脱三振4、よし,しき球2、に、2失点で、 パリーグの新人投手の中では一番乗りの初勝利を挙げた。9月5日の対オリックス戦では、初関東、初完封勝利を挙げた。10月11日のクライマックスシリーズ、ファーストステージの千葉ロッテマリーンズ戦において、同点の7回に3番手でプロイリアと初のリリーフ登板し、2回を投げ、無失点、8回裏にチームが勝ち越し試合に勝利したためポストシーズンでの 初勝利を挙げた。しかし翌日の第3戦の6回に3番手で登板すると、2イニング目の7回にソロ本塁打を打たれて敗戦投手となり、チームは CS 敗退となった。オフには背部の応用を切除する手術を受けた。この年、パリーグの最優秀新人に選出され、日本ハムでは2010年の坂木原両以来12人目の新人王となった。なお、 パリーグ新人王を受賞した投手の中で、有原は、過去最低の防御率4.79だった。2016年6月14日の横浜 DNA ベイスターズ10029番、投手で、先発出場し9会を投げ飛安打5、脱三振9、よし90、失点0で、完封勝利を挙げたが、入団から2年連続での無死球での完封勝利を、挙げたのは、球団で、 初のことだった。また、7月には3勝1敗、防御率1.47を記録し、初めての月間 MVP を受賞するなどして、チーム最多の11勝、防御率2.94の成績を残した。チームで唯一の規定投手でもあり、チームの優勝と日本一に貢献した。2017年3月31日の開幕戦に、 プロ入り初の開幕投手として登板したが5回6、失点で負け投手、その後も4月は4試合に投げ0勝3敗と苦しい、スタートとなったが、5月に3勝1敗、6月も2勝、0敗と巻き返す。しかし夏以降も波に乗り切れず、10月の最終登板までに過労うじて2年連続の2桁勝利は、記録したが、リーグワーストの13敗を喫するなど、 甲不調の波が激しいシーズンとなった。2018年2月のアリゾナキャンプにて、右肩の炎症で別メニューになり、出遅れ、1軍初登板は4月14日となったが8回、1失点で、初勝利。その後も5試合を4勝1敗と最先の良い、スタートを切ったが5月19日、6回5失点で2敗目を、喫すると、次の試合でも5回を8失点で降板し、 5月29日に2軍落ちとなった。交流戦が始まると、リリーフの再編でプロ入り初の抑えに回り、6月13日の阪神戦でプロ初セーブを挙げる。次の試合でも連続セーブを挙げたが、不安定な投球もあり6月29日に再び1軍登録抹消。7月9日に再び1軍登録、先発ローテーションに復帰すると4試合に登板し3勝、0敗。 防御率1.52位の高成績で月間 MVP を受賞。しかし8月以降は成績が安定せず、9月17日には3度目の2、軍落ちとなった。以降はコンディション不良もあって1軍当番がなく、2年続いていた2桁勝利が途絶えた。2019年34月の間に4勝、防御率0.51を記録し、 月間 MVP を受賞するなど安定したピッチングを続けた。最終的にはチーム唯一の規定投手となりリーグ2位の防御率2.46に自己最多の15勝を挙げて自身初の最多勝利のタイトルを獲得した。契約公開の際に翌シーズンオフにポスティングシステムを利用した MLB への移籍を希望している意向を明かした。2020年2月21日に 自身2度目となる開幕投手を務めることが発表され、結果で恩返ししたいとコメントした。3月18日に一歳上の一般女性と結婚したことが発表された。シーズンでは8勝9敗、防御率3.46の成績を記録した。オフにポスティングシステムを利用しての MLB 挑戦を希望し、球団から承認された。 2020年12月25日にテキサスレンジャーズと2年、総額620万ドルの契約を結んだことが発表され、翌日に正式発表された。年俸の内訳は2021年が260万ドル、2022年が360万ドルとなる。背番号は35。2021年4月3日の対カンザスシティロイヤルズ戦で初先発登板で、 メジャーデビューを果たし、1点リードのまま5回6安打3、失点で降板。勝利投手の権利を手にしていたが、リリーフ陣が打ち込まれて、初勝利とはならなかったが、4月14日の対、タンパベーレーズ戦では5回に3を無失点に抑え、MLB 初勝利を挙げた。5月9日に、右手中指の打撲で故障者リスト入りした。スリークォーターから、 最速時速 156km の直球に変化球はカットボールやフォークボールを軸に時折スライダー、カーブ、チェンジアップ、ツーシームなども投げる。石田県内は同級生活有原と同じ広島県の出身で大学時代は同じ東京六大学野球リーグの法政大学に所属していたため大学時代から一緒に食事に出かけるなど今でも交流がある。 2016年11月22日、同僚の斎藤祐樹と車で移動中、横転事故現場に遭遇して人命救助を行い、これにより、事故車に乗っていた男性は軽傷に止まった。NPBMLB、ありがとうございます。